それでは、5月の定例市長記者会見を始めさせていただきます。市長記者会見の方よろしくお願いします。はい、最初に山形プレミアム商品券、および、プレミアムツアー事業について、発表いたします。山形市では国の地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金を活用して消費者の購買意欲の喚起による経済活性化と市内観光地への誘客推進のために次のような施策を行ってまいります。一つ目が山形プレミアム商品券事業、二つ目が丸ごとプレミアムツアー事業でございます。まず山形プレミアム商品券事業でございますが、国内景気状況は緩やかな回復傾向が続いているものの、山形を含む地方の本格的な回復には至っておらず、個人消費にも依然弱さが見られます。このような状況の中で消費者の購買意欲を喚起するため、山形市商店街連合会で発行する山形プレミアム商品券に対して山形市として補助を行い、市内経済の活性化を図ってまいります。山形プレミアム商品券は平成27年度中に夏の陣、冬の陣と銘打ち2回実施をいたします。それぞれ 20% のプレミアムがつき、夏は販売総額6億円、額面総額7億2000万円、冬は販売総額4億円で額面金額4億8000万円となります。1冊1万円で販売をし、1000円券が12枚綴りで1万2000円分の買い物ができる商品券になります。夏の販売期間は6月13日土曜日、14日日曜日、15日月曜日、冬は10月の31日土曜日、11月の1日日曜日、2日月曜日であり、販売場所は市内中心部デパートをはじめ山寺観光協会、蔵温泉観光協会などの計11箇所で行います。商品券の有効期間は夏が発売日から9月30日水曜日まで、冬が販売日から1月31日日曜日までで、山形市商店街連合会、山形商工会議所及び各種同業者組合の商品券加盟店でご利用をいただけます。なお、ただいま発表いたしました内容のうち、夏の陣につきましては、6月1日号の広報山形にも掲載をし、お知らせをいたします。また、利用できる加盟店につきましては、後日、山形市商店街連合会のホームページやチラシ等でお知らせをいたします。次に、まるごとプレミアムツアー事業は、首都圏や名古屋関西方面をターゲットに飛行機や高速バスなどで訪れる観光客を対象に次の支援を実施をいたします。1番目、県外から山形までの交通費の支援。2つ目、タクシーおよびレンタカーなど山形での移動費の支援。3つ、蔵王、山寺、町中の3つのエリアでの入館料やお土産などを組み入れたクーポン券への支援。以上、3つの支援を行います。販売方法などにつきましては、大手旅行会社を通じ販売をする予定で、6月中旬から来年3月末までを事業期間とし、現在関係者と調整を行っているところです。また天童市も同様な支援を行う予定であり、天童市も含め
周辺自治体と連携を図り、蔵王や山寺を中心とした本市の魅力ある観光資源の情報発信を行い、山形市への新たな観光客の誘客を図ってまいります。以上の山形プレミアム商品券事業丸ごとプレミアムツアー事業は、この度の蔵王山火口周辺警報の発表に伴う風評被害による観光客の減少対策、そして誘客支援策としても取り組む事業となります。山形プレミアム商品券事業は販売場所と合わせて山寺地区、山温泉地区内のホテル、旅館、各観光施設での利用を可能としております。県内自治体としては初めての取り組みとなる丸ごとプレミアムツアー事業については、事業効果を上げるため山形県が実施する予定の、ふるさと山形四季旅事業の宿泊券とのセット商品を企画しますが、蔵王温泉については支援する上限額1万1000円を撤廃して、蔵王温泉宿泊パックを特別企画し、旅行代金の2分の1を支援することにいたします。現在大都市の市場に向け販売できるよう準備をしており、県の販売予定額のうち1億円程度を山形市分として配分いただくよう調整を行っているところです。また今月末に首都圏の横浜高島屋において開催をいたします紅花の山形地物産と観光展において、蔵王温泉旅館組合おかみ会と連携をし、蔵王温泉の安全性や山形の魅力について PR を行い、観光誘客に努めてまいります。それぞれの事業につきまして、ぜひ多くの皆様からご利用いただき、各観光地が多くの観光客でにぎわい、活気と笑顔であふれる場所となるよう、山形市におきましても各種取り組みを推進し、誘客促進並びに観光振興を図ってまいります。次、2つ目、第41回蔵王クリーン作戦の実施についてでございます。蔵王クリーン作戦は蔵王山一帯のさまざまなコースを散策し、山岳インストラクターの方々から自然環境のレクチャーを受け、初夏の蔵王の魅力を満喫しながら、ゴミや空き缶などを回収をする美化活動を行うものであります。本事業が始まった昭和50年当時、蔵王山には多くのゴミが見受けられ、初回の回収量は20トンにも及びました。しかし近年では資料にありますとあります通り、200分の1以下に大きく減少をしております。これも常日頃から環境維持活動の賜物であり、関係者やこれまでご参加をいただいた多くの市民の皆様に心から感謝を申し上げます。蔵王山は4月13日に火口周辺危険の噴火警報が発表され、火口周辺域に対して避難勧告が発令されておりますが、4月下旬以降、火山性地震や微動も大きく減少をしており、落ち着きを見せている状況であります。蔵王山や名湯としての高い蔵王温泉には毎年全国から
多くの観光客の皆様をお迎えしておりますが、一方で蔵王山の名称の由来が吉野山から蔵王権現を勧請を進め込むしたことにちなむものでありますが、あれであることが示す通り、信仰の対象となるほどの厳しい自然環境の顔も合わせ持っております。火山活動によりにわかに自然災害に注目が集まっている蔵王山でありますが、私たち山形市民は古くから大和共生し恩恵を享受してまいりました。今後とも蔵王山に畏敬の念と誇りを持ち、火山という自然を正しく理解し、正しく恐れ、正しく活用しながら後世に引き継いでいかなければなりません。現在蔵王温泉は風評被害による観光客の減少は懸念されておりますが、この度の不倫作戦ではこのような観点から散策や美化活動を通し、蔵王山の現状を正しく理解いただき、市民一人一人が蔵王山の魅力を再確認する機会としたいと考えており、5月15日現在で610名の方々から参加申し込みいただいたことは大変喜ばしく思います。特に今回は11のコースに分かれてのレクチャーの他にも、終了後参加者の皆さんには共同浴場が無料開放されるなどの特典も準備しておりますが、現在個人での参加者の定員まで多少余裕があり、当日の参加申し込みも可能で、ありますので、多くの市民の皆様のご参加をお待ちをしております。当日は私も参加して、蔵王に出かける予定です。次に第3回山形まるごとマラソンについて説明をいたします。昨年の山形まるごとマラソンはランニング専門誌が発表いたしました全国ランニング大会100選に第1回大会に続き選出されるなど大変高い評価をいただきました。本大会は障害スポーツの振興はもとより、県との中心市街地と城下町の歴史と伝統ある景観、そして芋煮でにぎわう豆ヶ崎河畔をマラソンコースで結ぶことにより、県内外から多くの観光客を呼び込み、山形市の魅力を全国に発信していくことを大きな狙いとしております。そこで第3回大会ではより多くの皆様に参加いただくため、ハーフマラソンの定員を1000名増やし4000名とし、3キロ5キロの各種目を含め合計5000名の定員といたしました。また昨年に続き県内の有力長距離選手を招待することにより、4月に開催された第60回山形県縦断駅伝競争大会で活躍した各チームのエース級の選手の参加が期待されるところです。なお参加申し込みは6月2日から6月30日までウェブサイト並びに郵便振り替えにより先着順で受付をいたします。大会の成功は多くの市民のご声援とご理解が必要でありますので、市民の皆様のご支援ご協力をお願いをいたします。最後に国勢調査山形市実施本部の発足について、発表いたします。本年10月1日を基準として平成27年国勢調査が実施されるにあたり、6月1日午前8時40分から市庁舎正面玄関において平成27年国勢調査山形市実施本部発足式を実施をいたします。実施本部は国勢調査が大規模で重要な調査であることから、調査準備や調査実務を正確かつ円滑に実施するため、副市長を本部長としてすべての部局長を本部員とした全庁を挙げた実施体制として設置をするものであります。国勢調査は
日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、居住するすべての人を対象に5年ごとに実施する最も基本的で重要な統計調査であります。その結果は、人口構造の転換が進む状況下において、社会経済上の重要課題に対応するための基礎データ等に活用されます。正確な統計結果を得るためには、すべての住人および世帯からの漏れのない正確な回答が必要であります。市民の皆様からの国勢調査へのご理解ご協力をお願いいたしますとともに、広く市民に国勢調査を周知するため、報道機関の皆様には取材報道へのご協力もお願いをいたします。以上で私からの発表を終わらせていただきます。はい、ただいまの発表案件に関しまして質問をお受けしたいと思います。質問は、はじめに発表案件についてお受けをして、発表案件以外の質問については発表案件の質問の後にお受けしますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。なお、質問の際は社名とお名前をおっしゃっていただくようにお願いいたします。それでは幹事社さんからとなりますので、 NHK さん、何かございますでしょうか。はい、宮城さんに横浜で行うというようなお話をされてましたけれども、ちょっと具体的な内容についてお伺いしたいんですけど、高島屋のか。はい、これは毎年やっております。横浜の高島屋で、山形市を中心とする、近隣市町村のいわゆる生産物を販売 PR しておりまして、今年は何回目だろう、十何回ですかね。今年も行けるときは毎年行ってるんですが、10回以上はなってるんじゃないですかね。その一環として、行うものでございます。よろしいでしょうか。それでは、それ以外の皆さんの方から質問何かございますでしょうか。はい、山形テレビ佐藤と申します。今の丸ごとプレミアムツアーの件なんですが、8のその他で、蔵王温泉宿泊パック特別企画販売というご説明もありましたけれども、まずこの事業そのものが国の交付金事業だと思うんですが、このその他に関してはいかが、これも国のやつで、それともこれは特別指令予算を準備されて、その他っていうの、その蔵王温泉に特別、1番目のその丸ごとプレミアムツアーの一番最後のその他という部分でご説明された、その蔵王に特化して補助を上乗せされるという、その上限撤廃するということがあったと思うんですけども、ここの予算に関しては国の、これは国だな、はい、国の予算です。ですと、この蔵王温泉その風評被害対策としては、その国の交付金事業のみということでよろしいですか。何かもし山形市として独自に何かというのがございましたら、当面はこれです、うん、はい、これから何かご予定とか特に今のところないと、現時点ではないね。はい、はい、要するに山形市で旅行商品を作ってですね、東京発の旅行商品、名古屋発の旅行商品、あるいは大阪発、あるいは JR さんに、うちで作った旅行商品を販売をしてもらうという取り組みを今回初めてさせてもらおうということで、記者発表した質問がありました。それと県の方の宿泊券を使って、たくさんの方に山形に足を運んでいただこうという企画でございます。よろしいでしょうか。すみません、もう一点よろしいですか。市長さんも、そしたら丸ごとそのプレミアツアーのこの一連の授業で何かこう市長として期待されている効果ありましたら改めてお願いします。先も説明しましたが、県の方でいわゆる宿泊券、を発行するわけですが、それとセットで、我々のツアー事業とセットで、
使っていただければ特にお得であると。で、蔵王線については県産の方とのにもいろいろお願いをし、先ほど言った、まあ、1億円程度の枠を取っていただくということで、特に今回の河口周辺での風評被害というものに対してですね、こういった特別な措置で、措置をしたということで、多くのお客さんが来ていただければなというふうに思っております。はい、よろしいでしょうか。その他にはご質問ございませんでしょうか。それでは、発表案件に関する質問はあと内容ですので、発表案件以外に質問があればお受けしたいと思います。はじめに幹事社 NHK さん、前回もお伺いしたんですけれども、9月の市長選に向けてのですね、意思決定がもうすでにされているかどうか確認をさせていただきたいんですが、これ、前と言いました通り同じでございます。白紙です。いつまでに決めようというような、それも白紙です。はい、わかりました。よろしいですか。はい、その他の皆様からはございませんでしょうか。はい、ガオチンボイトです。先ほど蔵王の話につながるんですけれども、今は蔵王温泉のですね、まあ、影響、まあ、かなり経済効果としてダウンこれからしていくというですね、まあ、懸念が温泉協会にされているんですが、特にですね、やっぱ教育旅行のような教育旅行ですね、教育旅行が非常に落ち込むんではないかというので、まあ、特に大きいですね、ホテルなんかはかなり懸念しているんですけれども、前も以前お伺いした時に、教育旅行の場合入党税がですね、反映されないということで、そのデータがはっきりしたものがわからないと、どれぐらい減っているかというのがわからないという話だったんですが、今後ですね、まず実態把握をするためにですね、例えば温泉組合ですね、まあ、最初から調べていけばいろいろとこう宿泊者数とかですね、前年とどれぐらい減っているかというところがわかると思うんですけれども、私の中ではまず実態把握をして、その後、まあ、例えば支援策がするのであるか、しないのであるかといろいろあると思うんですが、まずそこの実態把握をするというお考えが市にあるかどうかというのをお伺いしたかったんですが、いわゆる修学旅行ですね。そうです、ね、冬の間の、いわゆるスキーを中心とした、もちろん夏場もそうなんですけれども、夏場の旅行もあると思うんですが、修学旅行、あるほど、はい、関東圏、九州とか向こうからはあるそこですね。まずご案内の通り、その入島税での観光客数、修学旅行生も含めてですけども、把握はある程度できます。あとは予約状況を観光協会の方から確認をさせていただくという取り組みをしておりますし、あと従前からその関西圏の方にエージェントを通じてですね、ぜひその修学旅行に蔵王を選んでいただきたいという我々独自での誘客に向けた取り組みを継続して進めてきておりますので、そういったものを あるいは合わせてですね、さっきお話しさせていただいたようないろんなそのツアーの取り組みですとかご活用いただければということで、誘客に向けて観光誘客の活動をしていきたいというふうに思います。あと温泉組合からある程度そのデータというのは収集されるされているのか、これからされるのか、はい、例えばそのゴールデン期間中の県外客数、県内客数について我々独自での把握もしてございますし、今ご指摘のようにその誘客に向けた推移ですね、数値として抑えながら何かどうしていったらいいのかということは、我々と観光協会と現場の経営者と一緒になって取り組んでいきたいと思います。はい、もう一点いいですか。はい、すみません、先ほどの市長選 のご対応についてなんですけども、まあ、しつこくなってしまうかもしれないんですけども、6月ですね、まあ、定例会があって、その時おそらくいろいろと質問を受けると思うんですけれども、そう考えると5月中にご決断なさるという、何を、市長選についての対応ですが、市長選挙、そうです、6月ですね、定例会があって、その時に、まあ、おそらく質問がいろいろと、それは私の問題ですから白紙です。それは5月中ということでもないという、白紙です。ありがとうございます。はい、その他にございませんでしょうか。はい、お願いします。YBC の渡辺と申します。すいません、同じく市長選の関係なんですけども、まあ、
あと民主であるとか社民であるとかですね、他の、まあ、各党のところからは市長を支援にするにしても、まあ、そうでないにしてもですね、市長のその意思表明というものがないと動きようがないというようなところの声がですね、非常に高く上がっておりまして、そういったような声というのは市長自身はどういうふうに感じていらっしゃるか。これまで支援していただいた方の相談をしております。しております。早く決めたいとかそういうところに関してはお気持ちというか、そこは拍手。いや、拍手です。はい、よろしいでしょうか。その他のご質問はございませんでしょうか。あ、はい、お願いします。はい、朝日新聞の米沢と申します。先週、裁判所の方で元暴力団組長の事務所についての、和解ということで、まあ、最終的にはその事務所のところを市が買い取るというふうな方向になったと思いますけれども、まあ、これについてはどういうふうに受け止めていて、特にこうこれから対処をしようとしているのかということについてです。松山の件については前から、いわゆる防水センターの方で、買って抵当権を解いて、で抵当権を解いた状態で市が購入をしますというふうに前から申し上げております。まあ、それは予定通り。ただ私正式にまだ、裁判の和解に、まあ、これは新聞報道等で、先週の日曜日ですかね、土曜日でしたか、新聞報道等で、知ったんです。まだ正式に報告は受けてないんですが、それについてはそれこれまでの言ってる通り、防水センターさんの方から購入をすると、できたら早くしたいと思っております。はい、よろしいでしょうか。他にはございませんでしょうか。それでは内容ですので、以上で本日の記者会見を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。よろしくお願いします。